皆さんこんにちは。僕は、健康の望遠鏡を双眼鏡を買いました、こんな風なちょっと安っぽいというか普通の、ケースがついています。はい、で中を開けると、双眼鏡が出てきます。でこのストラップもこの付け方でいいのかわかんないんだけども、こんな感じで付け、なんかこれがちょっと長いのがなんか嫌だなと思うんだけど、普通こうなのかな。でキャップがついています。キャップはこうやって外せます。てか外さないと見えないか。でまあそこそこのデッキかなっていう、そんな悪くもなく良くもなく。でこの双眼鏡は防水になってます。でまあ普通はここから覗くんですけども、こうやってひねってカチッとなるまですると伸びます。でこの状態だと眉毛が邪魔しないし、眼鏡をしたままでも見れます。しかしこのままだとちょっとなんだっけ、アイなんとかってやつが短いので、眼鏡や眉毛が長い人などは見づらいと思います。でここで調整します。でまあ周りはそのラバーコートっていって、ちょっとゴムで滑り止めみたいな感じになっているので、古くなったやつとか結構ベトベトしちゃうのかなってちょっと不安なんですけど、まあそれは使ってみないと分かりません。あ、これ見れないか。はい、であとは何かあったかな。あとはこの健康って字が結構キラキラしてます。はい、まあそんなにかっこいい双眼鏡じゃないけども、そんなに安っぽい双眼鏡でもないっていう感じです。でフィリピン製になってます。ここにフィリピンって書いてあります。はい、で小島電機で買ったんですけど、他のまあ2万円以下の双眼鏡は大体メイドインチャイナだったんですけど、この望遠、この双眼鏡は、フィリピン製でした。はい、でまあ保証書がついて、この説明書がつきます。で説明書は多分これ全モデル一緒のやつなんだと思いますね。このポロタイプとかダハタイプとかいろいろ載ってますね。で、まあ、英語とあと何だろう、いろんな国の言葉が載ってます。あとついてくるのがこのメガネ拭きっていうか双眼鏡のレンズ拭きです。これはなんか日本製みたいですね。メイドインジャパンオブテイジンって書いてあります。はい、まあこんなとこで、まあこれなんでこれ買ったっつと、来週ジェフ・ベックのライブがあるんで、ジェフ・ベックのギタープレイをこれで見たいなと思って買いました。あとは可愛い女の子をこれで見つけたいぜみたいな、そんなで買いました。ではさようなら、バイバーイ。曲聞きたいな、音が鳴ってるのに鳴っていない曲をね、音と完全に一つになって